大先輩なのに本当にもうどんどん会うたんびに本当に毎回好きになっています。うん、嬉しい。何やってるじゃん、私。でしょ、十日町ね、十日町十日町すごい PR してくださる。すいません、これは自分ので別に十日町じゃなくてすいません。今日は違いますけど、すいません。私が歌って小指が周りで花吹雪をこうやるって今一緒に歌おうって言ったら嫌だって言うんです。歌いましょう、やりましょう。さっき決めたんですね、はい。サチルリになりました。失礼しました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、そうですか。はい、ね、はい、あの活動内容は主に私が幸子さんの後ろで紙吹雪待ったとなります。あ、はい、歌わないですか。だから歌おうよって言ったのね。いやいや、もう後ろで紙吹雪でも十分です。いやいやいや、一緒に歌おうよ。でよかったら私もミニスカート履くから。本当ですか。冗談です。要するに変わらないいいところって何でしょうか。急にすごいちゃんときちんとした質問を最後に言われるとちょっと今ピリッとしますが、67年続いた、67回ですよね、続いた雪祭りに対する雪国の新潟の人間の思いというものを分かっていただけたらと思います。で、最後には楽しんでもらうというやっぱりこうサービス精神だからここまで継続してこれたんだと私は思います。ですからね、はい、あのおじいちゃんがね、あの今回ずっとあの宣伝をあの PR のね務めてくれますけど、あのもっともっとたくさんの人にね、あの日本中それから世界の人にもあのなんかね、はい、あの分かって知ってほしいですよね。はい、とってもいい質問ありがとうございます。ね、いい質問ありがとうございました。助かります。